いやー、久々にこの前クローゼット整理したら T シャツが山のように出てきたんだよな。確かに T シャツって夏の主役だし、なんかついつい買いたくなってしまうから気づけばいっぱい増えちゃうんだけども、その中でも気に入ってるものってそんなに多くないんだよな。で、今持ってる T シャツの中でどれが今っぽくてどれがちょっと古臭いのか、なかなか自分では判断できないから、そのあたり誰か分かりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、その T シャツひょっとしたら古いかもというテーマで皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、 T シャツというアイテムはすごく便利なので、夏場の主役アイテムとして皆さんもですね、いろんなバリエーションを持ってるかなと思うんですね。ただですね、どんなにたくさんの T シャツがあっても気に入ってよく着るものって限られてると思うんですね。ですので、定期的に T シャツもですね、断捨離をすることが大事かなと思うんですね。ただどれを残してどれを捨てるべきなのか、このあたりがなかなか判断がつきづらいかなと思うんですね。まあ、もちろんですね、着古してしまった T シャツに関しては、まあ、これはもうそろそろかなという形で手放すことができるかなと思うんですが、まあ、まだそこそこ着れるんだけども、デザインだとかサイズ感だとか、その T シャツ自体がですね、古臭く見えないかどうかというところで判断を迷っている方もいらっしゃるかなと思うんですね。そこで今回の動画では、僕自身が実際にですね、街でいろんな大人の男性を観察しながら、まあ、こういった T シャツ着てる方結構多いなというもので、ちょっと古臭く見えるような代表例をですね、5つイラストを用いてですね、皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。まあ、アイテム自体に罪はないんですけども、どうしてもですね、ファッションの世界というのは少しずつ移り変わりがありますので、今の時代に着るとちょっと違和感があるなというものをですね、しっかりめにお伝えすることで皆さんのですね、断捨離をよりはかどりやすくできたらなと思っています。また NG アイテムを解説するだけではどうすればいいのかわからないという方も少なくないかなと思うので、それをどういったアイテムに変えればいいのか、このあたりのですね、まあ、正解となるような T シャツもですね、皆さんにご紹介できればなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に着るとちょっと古臭く見えがちな T シャツをですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらのイラストのような七分袖の T シャツですね。これがちょっと今着るとやや古い感じがするかもしれないので、もし持っていたら断捨離を検討してもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このような T シャツって前は結構流行ったんですね。割とサイズ感で言うとタイトめで、体にしっかりとフィットしているので、シャープでかっこいいなと思うんですね。ただこの時代によってどういったスタイルというところが今っぽく見えるのかっていうのは徐々に変わっていく中で、このようなタイトなシルエットだとか、まあ、七分袖ですね、このあたりのものというのは今はちょっとこう時代と離れてきているところがあるかなと思うので、注意した方がいいアイテムの一つかなと思っています。七分袖って結構便利なんですよね。普通の半袖のシャツだと二の腕はがっつり出てしまうので、まあ、どうしても清潔感漂わないなと思っている方もいらっしゃるかもしれません。かといってロンティーだと暑いんですが、七分袖だと半袖とロンティーの間ぐらいでちょうどいいんですよね。ですので、こういったアイテムを持ってる方は少なくないかなと思うんですが、まあ、ちょっと今っぽく見えないので、できれば今選ぶのであれば、サイズ感は少しゆとりを出して、袖の長さはですね、七分ではなくて五分丈ですね。ちょうど腕の関節ぐらいのものですね。これぐらいのものを選んでいただくのが僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、代表的なところで言うと、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツがまさに五分袖なので使いやすいかなと思うんですね。まあ、サイズ感も程よくゆとりを出してあるので、皆さんの適正サイズを着ただけでも今っぽさもちゃんと出せるかなと思います。またはこちらのビューティー&ユースのですね、ワンポケットクルーネックショートスリーブ T シャツですね。このあたりもすごくバランスがいいですね。ポケットがついていて退屈に見えないのと、袖の長さは五分袖ぐらいで適度なゆとり感もあるので、こういったものが今っぽく、しかも大人世代にも生地の質感も含めて上品に見えるので、バランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、袖の長さに結構流行だとか今っぽさというところが出るというところも含めて、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目はですね、こちらのイラストのようなエイジプリント T シャツですね。これまた僕たち日本人は弱いジャンルだと思いますね。やっぱりこう英語が書いてあるだけでなんとなくかっこよく感じてしまうんですね。それは僕自身にもあって、よくですねこういったプリント系の T シャツ買ってしまうところもあるんですね。ただやっぱりこうエイジプリントにもいろんなものがありまして、こちらのイラストはですね結構大胆にプリントが入っているので、この分量が多すぎてしまうと子供っぽく見えてしまう
う可能性があるので、ちょっと注意が必要なのかなと思っています。またサイズ感も結構重要で、こちらもですね、袖丈が結構短めで、なおかつフィット感も強めかなと思います。このような T シャツになると少し時代感を感じる可能性があるので、プリント T シャツの中でもこのあたりが該当するようなものがもしありましたら、皆さんも断捨離するのがいいんじゃないのかなと思っています。じゃあどういったものを選べばいいのかというと、プリント T シャツが悪いわけではないんですね。あくまで重要なのが、まずはサイズ感ですね。ベースとなる T シャツのサイズ感が先ほどのゴム袖の T シャツのように少しゆとりがあるということですね。まあ、僕たち大人世代がものすごい極端なビッグシルエットの T シャツは着る必要は特にないかなと思うんですが、適度なゆとり感ですね。体の丸みだとかそういったものが出ちゃうようなタイトさというのは、まあ、清潔感漂わないので、個人的には程よいゆとりは取り入れていいかなと思うんですね。まあ、そういったベースがありながらもプリントもですね、まあ、なるべくシンプルなものを選んだ方がいいかなと思います。まあ、文字が入ってるのも悪くないんですが、まあ、例えばこのようなシンプルなグラフィックの入った T シャツですね。こちらは僕のブランドで作ってるものなんですが、まあ、写真自体もモノトーンなので割と大人っぽい雰囲気で着こなせますし、サイズ感もですね、割と普通のサイズではあるんですが、まあ、あえてワンサイズとか上げることで、まあ、適度なゆとり感も出せるかなと思うので、まあ、そういった形で着てもらうにはこういったプリント T シャツいいんじゃないのかなと思っています。また僕自身もですね、プリント T シャツよく着るんですが、実は今内側に着てるんですけども、基本的にはこれ1枚で着ることってあんまりないんですね。どうしても前面にプリントが入ってる T シャツ1枚だと子供っぽく見えがちだったりするので、上にシャツを着たりジャケットだとかシャツアウターを着たりだとか、そういった形で重ね着のベースとして着てあげると大人世代には使いやすいかなと思っています。またこちらのグリーンレベルの T シャツのように、前のプリントは割と最小限で、バックプリントですね、こちらがメインになっているものの方が割とですね、大人世代には使いやすいかなと思います。まあ、エイジも入ってるんですが、割とですね、そんなに主張が大きくないですし、背中面にですね、大胆にプリントされたちょっとノスタルジックなこのイラスト自体も子供っぽく見えるようなものではないので、こういったものであれば大人世代が1枚で着ても問題がないものかなと思うので、まあ、ぜひですね、エイジがプリントしてあったりだとか、グラフィックメインの T シャツの場合は大人が着て子供っぽく見えないかどうかというところですね。このあたりをですね、しっかりと検討しながらですね、選んでみていただければなと思っています。はい、続いて3点目のですね、古く見えがちな T シャツなんですが、こちらのイラストのようなボーダー T シャツですね。これはですね、僕の動画の中でも今年はよく皆さんにですね、ご紹介しているようなジャンルかなと思うんですね。ボーダー自体は昔から定番的な位置づけでずっとあり続けるんですが、まあ、その中でも最近はですね、ボーダー T シャツまた人気がですね、戻ってきている感じがするんですが、ただこちらのような割とですね、ボーダーのピッチですね、これが太めのものというのは大人世代には似合いづらいですし、ちょっと古臭く見える可能性があるので、まあ、もしこういったものを持っていたら断捨離するのもいいんじゃないのかなと思っています。またこちらのイラストの T シャツに関してはピッチもですね、割と太めですし、複数の色を使っているのでごちゃごちゃした印象にもなりがちなんですね。なのでこういったものはなおさらですね、大人世代が着るとちょっと子供っぽく見えがちなので、もし持っていたら手放してもいいかなと思います。じゃあどのようなボーダーの T シャツを買えばいいのかというところで具体的に出しますと、まあ、例えばこちらのシップスのですね、コットン USAボーダー T シャツみたいなものなんですが、まあ、ピッチがかなり細いですよね。まあ、何色かあるんですけど、その中でもグレーのものがいいなと思ってまして、ベースはグレーなんですが、そこにですね、ブラックなのかダークネイビーなのかちょっとわからないですが、そういった濃い色がですね、ボーダーの線として加わっていることで引き締まりが出るんですね。配色自体もシンプルで使いやすいですし、ボーダーが細かいことで大人っぽく見えるので、こういったものであればすごくバランスよく着ていただけるのかなと思います。ちなみにボーダー T シャツって横にですね、広がるという特徴があるので、ちょっと膨張して見えるんですね。なのでスタイルをよく見せたい方はボーダーの T シャツはタイトな方がいいだとか、あまり着ない方がいいという主張もあるんですけども、それは間違いではないかなと思うんですが、まあ今こういったボーダーを着るのであれば、サイズ感は少しボックス型でゆとりがあった方が、まあ今っぽく見えるかなと思うので、個人的にはあまりタイトなボーダー T シャツはお勧めしてなくて、ちょっとこれも古臭く見えるかなと思います。まあ程よいゆとり感があって、まあもしですね、この横長の感じが膨張して見えるなと思った場合は、その上にですね、1枚シャツを重ねたりすれば着膨れ効果というところは抑えることができるかなと思うので、単体で着るのではなくて重ね着で着てあげるといいんじゃないのかなと思っています。まあ、旬なボーダー T シャツに関しても、何年か前に買ったものをそのまま引っ張り出してきて着るのではなくて、まあ、今の時代に合ったものを買い替えるということはすごく重要かなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて4点目のですね、古臭く見える可能性がある T シャツなんですが、こちらのイラストのようなヘンリーネックの T シャツですね。これまた僕ら大人世代にはですね、馴染み深い T シャツかなと思っています。僕ももう何年前ですかね、かなり昔にですね着たことがあるんですが、まあこういった襟型というのはちょっと今はあまり旬ではないので、着ると古臭く見える可能性があるかなと思っています。まあ特にですね、アメカジが好きな男性だとか、割とこうマッチョ系の方なんかにですね愛される T シャツではあるかなと思うんですね。まあアイテム自体に罪はないんですが、この凹凸感のある生地感だとか、あとはこのちょっと V ネック寄りのデザインだとか、そういったところ、またサイズ感ですね、フィット感が高いところがちょっと今っぽく見えないかなと思うので、もしおしゃれ感を出したいのであれば、こういったものも断捨離してもいいのかなと思っています。じゃあどういったものを買えばいいのかというと、ちょっと近しいラインで探してみたんですが、現代的にアップデートされているのがこちらのアイテムかなと思います。まあ、グリーンレベルで展開しているダイワグリーンレベルリブプルオーバー T シャツ撥水ですね。これがですね、ちょっとこう襟元の感じに特徴があって、ヘンリーネックとはまた違うんですが、現代的なアプローチでバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、胸元にはですね、2つのスナップボタンがついていまして、通常の T シャツに比べるとちょっとポロシャツライクと言いますか、少しきれいめな雰囲気が漂うんですね。普通の丸首の T シャツはもういっぱい持ってるよと、だからこそヘンリーネックが着たいんだよという場合にはですね、このようなボタン使いのものを選んでいただければちょっと違いが出せるかなと思います。まあ、いわゆるですね、ベーシックなヘンリーネックの T シャツに比べると今っぽいですね。サイズ感はボックス型で少し緩さのあるようなデザインになってますし、素材もシャカシャカ系のですねナイロンを使ってるので機能性も高いですし、まさに今っぽい T シャツの一部としてこういったものは使いやすいかなと思うんですね。まあ、ダイワといえば釣り具で有名なブランドなんですが、最近はですね、独自のブランドダイワピュアなんかも展開していて、非常にですねデザイン性の高い服もたくさんリリースしているので、そういった安心感もありつつ、まあ、グリーンレベルとのコラボレーションということで使い勝手の良さも含めて、これはバランスを取れた1枚かなと思うので、もしですねヘンリーネックっぽい T シャツが欲しいなという時には、こういったものもぜひ検討していただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、こちらのようなちょっと深めの V ネック T シャツですね。これもちょっと古臭く見える可能性があるので、もし持っていたら手放してもいいんじゃないのかなと思っています。僕自身も V ネックの T シャツは大好きで、今から16、7年ぐらい前ですかね。その頃は丸首の T シャツはほとんど持ってなくて、V ネック T シャツの方が圧倒的に多かったんですね。サイズ感はタイトで、袖丈短め、そしてタイト。もう体のラインが出るぐらいですね、細身のですね、深めの V ネック T シャツをよく着ていたんですね。その頃にはそういった T シャツというのは割と旬だったので良かったんですが、そこからですね、肌の露出はあまり出さずに丸首のシンプルな T シャツみたいなものが圧倒的にですねベーシックで多くなってきてるんですね。この流れというのは今も変わらずで、またどこかの機会で V ネックが流行ることもあるかもしれないんですが、その気配はまだちょっと見えてないので、これからしばらく先も踏まえて丸首の T シャツは持っておいて間違いがないのかなと思っています。で、サイズ感ですね、まあ、今回ご紹介した NG 系の T シャツというのは全てタイトなものが多かったと思うんですね。まあ、V ネックの T シャツもやっぱりセクシーに見せるというですね目的のものが多かったりするので、割とこうコンパクトなものが多かったりするんですね。なのでそういったものはちょっと今の時代にそぐわないことが多いので、丸首の T シャツを持っておくとまず間違いがないかなと思います。例えばこちらのようなですね、アーバンリサーチドアーズのダブルフェイスクルーネックショートスリーブ T シャツですね。まあ、シンプルなボックス型のですねシルエットの T シャツです。袖丈も五分袖ぐらいになっていましてちょっとゆとりがあります。首元もしっかりと V ではなくて丸首で、色気を出しすぎないというところでは使いやすいかなと思います。胸にポケットがついているのでシンプルになりすぎるっていうこともないので、これは使いやすいんじゃないのかなと思っていまして、まあ、中でもサージという色ですね、ブルーとグリーンがちょっと混ざったような色で、しかも明るめというところで、このカラーは清潔感もあるし、白 T とか黒 T にはないような華やかさもあるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、V ネックの T シャツのセクシーさっていうのも魅力的でもあるし、僕もですね、かつて散々着てきたのでかっこいいなとも思うんですが、まあ、そういったセクシーさではなくて色の綺麗さだとか、そういったところでですね T シャツを楽しんでもらうのもいいかなと思うので、ぜひですね皆さん V ネック持っていたらちょっと断捨離の対象にして、また新たなですね綺麗な色の T シャツなんかも買い足してみるのがいいんじゃないのかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではその T シャツひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをさせていただきました。なかなかですね自分では今持ってる T シャツが時代に合ってるかどうかとか古臭く見えないかどうかは判断しづらいかなと思うんですね。また他人がですねその T シャツひょっとしたら古いかもなんて言われたらやかましいわって思うわけじゃないですか。なのでなかなかこういったところっていうのは判断がしづらいかなと思うんですが、今回の動画では思い切ってですね具体的に5点のイラストを使いながら皆さんにわかりやすく解説ができたかなと思っています。
まあ、ぜひですね、本格的な夏を迎える前に今の段階で断捨離をしていただきたいんですね。まあ、T シャツもですね、長く着ようと思えばヨレヨレの状態でも着続けることはできるかなと思うんですが、僕の感覚的には、まあ、やっぱり3年ぐらい超えてくるとヨレてきたり、ちょっとこう色が変色してきたりするので、まあ、買い替えのタイミングかなと思うんですね。なので着用期間で区切るのもいいと思いますし、あとは今回ご紹介したようなデザイン面ですね、サイズ感だとかデザインを含めて古臭く見えないかどうかというところで判断するのもいいかなと思います。まあ、できれば夏場にですね、自分にとってこう気分が上がるような T シャツが3枚から5枚ぐらいあるだけでも回せてしまうかなと思うんですね。まあ、それらも全部良いものを買う必要はなくて、例えばユニクロ U の T シャツを着たいだとか、グローバルワークだとか無印良品をうまく使うのもいいと思いますし、その中に 1,2 枚だけでもセレクトショップのオリジナルなんかが入ってくるとちょっと気分が変わるかなと思うので、そのような形でぜひ皆さんもですね、大人に似合う T シャツにアップデートしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けのですね、専門ブランドに関しましては、他もう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。こちらの方では週に2本のオリジナルの動画と、それに加えてですね、週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説、また僕自身がリアルに買ったものなんかをですね、皆さんにご紹介していますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。